2024年8月、反移民を掲げた暴動がイギリス各地で広がりました。ことのきっかけは、殺人事件の犯人が移民だったという偽情報が拡散されたことです。この偽情報が引き金となり、リバプール、マンチェスター、北アイルランドのベルファストまで多くの都市に混乱が広がりました。この騒動の背後には極右の扇動があったとされています。今年はヨーロッパでは総選挙が相次ぎ、その中でも注目を集めたのが極右政党の躍進です。現在ヨーロッパ全体で極右政党の勢力拡大が取り沙汰されています。ヨーロッパ諸国はこれまで EU という巨大な連合組織を通じて国家間の絆を強化してきました。しかし極右の影響力が増せば、長年培ってきた EU ならではの多様性というのが失われることにもつながってきます。そこで今回の動画では、ヨーロッパで極右は何を歌っているのか、その求心の背景で何が起きているのかまでを分かりやすく解説します。最後までご覧いただければ、あなたの国際情勢リテラシーが高まり、日頃のニュースを見る目も変わること間違いありません。このチャンネルではそういった情報を配信しております。少しでも必要な情報だと感じたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。日本で選挙が行われると、この党が勝った、あの党が何議席取ったという報道がされますよね。これは今の日本の政治が政党政治で行われているからです。この政党というのは、政策を同じくする人たちの集団のことです。政党で共通した主義主張を持つ人たちがグループを作り、自分たちの政策の実現を目指しているというわけです。この政党を中心とした政治というのは、日本に限った話ではありません。アメリカには共和党と民主党という二大政党があります。イギリスにも労働党や保守党といった政党があり、これらの名前を聞いたことがある人も多いことでしょう。選挙で政党の獲得議席数が話題になるのは、日本も世界も同じですが、ヨーロッパの選挙で今関心を持たれているのが、冒頭に申し上げた極右政党なんです。そもそもこの右派とか左派といった言葉は、政治的な考えの方向性を表すものです。右派は右翼と言われることもありますが、それらは保守的、つまり古くから続く伝統、歴史によって作られてきた習慣や制度、思想文化は淘汰されたものだから価値があるよねという考え方です。例えば自由な市場経済を重視します。ですから極右というと、その立場をより強く取っている人たちということになります。その反対の左派は革新的とも呼ばれます。過去に作られた伝統よりも、理想に向かって現実の社会を変革していこうという考え方です。例えば平等や社会福祉を重視し、政府の役割を大きくして社会全体の公平を目指したりします。一括りにはできませんが、イメージとして右派が自分の国の民族や伝統を守ろうとするものに対し、左派は国際的な関係を作っていこうという違いもありますよね。他にも夫婦別姓に賛成か反対かや、同性婚に賛成か反対かなど、右派は伝統や歴史を重視しますから、それらには反対で、一方の左派はそれらに賛成の立場を取るという傾向があります。このように様々な違いがある右派と左派ですが、もともとはフランスから来た言葉でした。フランス革命の時、議長から見て穏健派が右側に、急進革命派が左側に着席していたことに由来します。ちなみに、右派でも左派でもない立場を中間派とか中道と言います。こうした言い方が日本にも入ってきて、政治、社会、経済などの思想の方向性を表す言葉として使われるようになったのです。とはいえ、日本とヨーロッパでは国が辿ってきた歴史も地理も違います。そのため、右派、左派といっても思想が全く同じというわけではありません。では、日本とヨーロッパ、右派左派の違いはどこにあるのでしょうか。先ほど右派とは自分の国の歴史や伝統、習慣を重視する立場だとお話ししましたね。ですがヨーロッパには大小様々な国があり、その国に住んでいる人たちも様々です。
宗教も違えば民族も違いますし、文化習慣も異なります。ただ、ヨーロッパは日本とは違って地続きになっていますから、国と国の移動が簡単です。EU に加盟している国同士ではユーロが使われており、通貨まで同じなわけですから、物の移動まで簡単です。つまり、ヨーロッパの広大な土地で人も物も行き来していて、いわば移民だらけになっているのがヨーロッパというわけです。そんなヨーロッパで極右の人たちが考えることはこうです。人の移動は最小限に抑えるべきだ。つまり本来の自分の国、民族、文化、習慣を守り、外からの流入や干渉には抵抗すべきだという考え方です。そう、もうお分かりかと思いますが、ヨーロッパの極右に共通する主張は移民の敗訴なんです。この点を理解した上で、2024年にヨーロッパで行われた選挙の様子を見てみましょう。2024年6月、欧州議会の選挙が行われました。この欧州議会とは、EU の政策や運営について議論を行う組織のことで、議員は EU 加盟国の市民から直接選挙で選ばれます。この欧州議会の選挙の結果、フランスではルペン氏の極右政党国民連合が 31.5% で最多票を獲得し、フランス欧州議会議員の最大勢力となりました。一方、マクロン大統領のリベラル会派再生は投票率 14.5% で2番手となっています。極右が力をつけているのはフランスだけではありません。ポルトガルで行われた総選挙では、与党と最大野党会派の得票が拮抗する中、極右政党シェーガが議席を4倍に増やしました。このシェーガが掲げる政策には、国境管理の強化や不法移民に対する厳しい法的措置、さらに反イスラムといったものが含まれています。この選挙では、従来の2大政党のどちらも過半数を取ることができませんでした。政党の他の議員の同意を得なくては法案を可決できないため、シェーガが掲げる政策の一部を取り込む必要が出てくるということです。このため、ポルトガルが右傾化するのも時間の問題なのかもしれません。イタリアも見てみましょう。イタリアでは2022年、極右政党イタリアの同胞が総選挙によって勝利し、党首のジョルジャ・メローニ氏が首相に就任しました。メローニ首相は過去に独裁者ムッソリーニを称賛し、ファシズムに偏った政治家だとして物議を醸した人物です。イタリアに来る難民を救助する慈善団体の船を沈めよなどの過激な発言が多く、危険な極右政治家と呼ばれたメローニ氏に対して EU や NATO との関係悪化を招くのではという不安の声も上がりました。しかし予想に反し、現在もイタリアの同胞は国内で高い支持率を保っています。2024年欧州議会選でもメローニ氏の率いるイタリアの同胞が国内第一党となり、同氏の影響力は国内外で強まる見通しとなりました。極右政党の躍進の事例はまだあります。2023年オランダで極右の自由党が第一党になりました。自由党は反移民反 EU を政策としています。党首のウィルダース氏は、住宅不足の要因は難民申請者にあると主張してきました。選挙後の演説では、難民と移民の津波に終止符を打つとまで宣言しています。ウィルダース氏は反移民感情を背景に支持を伸ばし、反 EU を明言し、新加盟を阻止することや自国の防衛のためにウクライナへの軍事支援を停止すべきと訴えています。この自由党が2024年の欧州議会選挙でも躍進し、今勢いを保っています。ドイツはどうでしょうか。実はドイツでも極右への支持が拡大しています。ドイツには2013年に設立されたドイツのための選択肢、通称 AfD と呼ばれる極右政党があります。 AfD はかつては一時的な運動ですぐに消えると軽視されていました。しかし近年支持を集め、世論調査では主要野党に次ぐ 20% の支持を得ています。 AfD の台頭は特にドイツ東部で顕著で、東部の3つの州ではトップの支持率を得ています。
そしてこの AfD の政策も反移民、反難民という主張なんです。さらに X でもポストをしましたが、北欧ではスウェーデンが9日に移民の自主出国を促すという政策を発表しています。自主帰国を決めた移民に対して一人当たり最大35万クローナ、約490万円を給付するという驚きの内容となっています。さてこのように近年のヨーロッパは国や民族の歴史を大事にして自国を第一に考えようという主張が支持を集めつつあります。 EU という共通の理念が重んじられた時代とは少し雰囲気が変わってきているようにも見えます。ではなぜこうした極右の主張が支持を集めているのでしょうか。ヨーロッパで極右が勢いを増している最も大きな理由は今の政権に対する不満です。ヨーロッパでは多くの国が EU という連合組織に属しています。先ほども述べたようにヨーロッパのほとんどは陸続きで大小様々な国が隣り合わせです。そのため20世紀半ばまで領土問題や政治的対立で争いが絶えないという地域でした。また二度の世界大戦では多くの犠牲者を出し、平和的にも経済的にも大きなダメージを受けた場所です。そんなヨーロッパの国々が同じ悲劇は繰り返すまいと平和と共存共栄を目的として手を取り合ったのがヨーロッパ連合 EU なんです。それからも EU は移民・難民対策や気候変動問題など高い理念を掲げて積極的に取り組んでいます。その理念自体は正当なものと言えるでしょうが、その一方で EU 各国では急激なインフレや雇用不安といった経済問題が起きています。つまり現在の政権に対する不満の背景にはそうした移民・難民対策や環境重視といった高尚な理念を進める政策に対して国民にとって現実問題としての物価高とそれに伴う生活苦があるわけです。 EU 各国の移民、特に若い世代は自分たちはないがしろにされているという不満と不安を募らせているといいます。では EU が積極的に取り組んでいる環境対策がなぜヨーロッパの人たちの生活苦につながっているのかを整理してみましょう。 EU は気候変動への対策としてグリーンディールという計画を作っています。クリーンで循環型な経済への移行、資源の効率的な利用によって2050年までに温室効果ガスを実質ゼロにするという目標を立てています。そうすることで気候変動を食い止め、環境の保護、生物多様性の保護を目指すという計画です。しかもその目標のためにどの地域も取り残さないということを宣言しています。 EU 加盟国のすべてが2050年までに温室効果ガスを実質ゼロにしなければならないということですね。そのためには化石燃料からの脱却、再生可能エネルギーの活用、そのための技術開発と投資が必要になってきます。例えば EU では2035年までに化石燃料車の新規販売が部分的に禁止されます。さらにこの EU のグリーンディールは車産業だけではなく農業、建築、エネルギー、化学工業など多くの分野に関わる計画です。ですからこれから一般の人にはガソリン車から電気自動車への切り替えや新型の住宅暖房システムへの切り替えなどが求められるということになります。これらは当然個人からすれば大きな負担となります。こうした環境対策による国民の負担増、そして長引く不景気、ここに世界的なインフレも起きたことでヨーロッパの人たちは普段の生活に不満を募らせるようになったのです。こうした生活への不満にさらに拍車をかけているのが移民・難民の問題です。2015年から16年にかけて内戦や紛争の影響でシリアなどから大勢の難民がヨーロッパに押し寄せました。その数は100万人以上とも言われています。この難民というのも迫害、戦火を逃れて外国に避難した人たちですから、こうした人たちを放っておくわけにもいきません。ドイツを中心とするヨーロッパ各国は難民の受け入れに積極的に取り組みました。しかしその後のドイツでは暴力事件やテロが発生するなどの治安が悪化してしまい、
この状況を見た他の国で難民の受け入れ反対の動きが加速すると、ヨーロッパ全体で難民の流入に対する不安が強まっていきました。ヨーロッパというのは国と国が地続きであることや、 EU 加盟国内であれば移動しやすいことから、どの国ももともと移民が多い地域です。ですが移民が増えていくというのはもちろん良いことばかりではありません。低賃金で働く移民が増えれば、仕事を得るための競争相手になります。ですから自分たちの雇用、暮らしが脅かされるかもしれない、そんな心配が出てくるのです。イギリスが EU から離脱したブレグジットを覚えている方もいると思いますが、その流れはこうです。 EU の中でも経済力のあるイギリスに多くの移民が流入していました。国民投票で EU からの離脱を決定した2016年は EU 各国からの移民だけで20万人と言われています。これが多すぎるのではないかとイギリスの人たちは感じるようになったのです。ただイギリスで移民を制限する法律を作っても、それは EU という名の下で有効には働きません。自分たちのことは自分たちで決めたい、でも EU に加盟している限りそれができない、それならば EU から離脱するべきだという声が高まり、イギリスの人は EU 離脱を決定したというわけです。さらにヨーロッパはさらなる苦境にも見舞われました。2019年に起きた新型コロナウイルス対策のロックダウンによる物価高、そしてロシアがウクライナに侵攻したことによるエネルギー価格の高騰と、これらによってヨーロッパの人たちの生活はますます苦しくなっていきます。こんな状況ではヨーロッパの人たちが地球環境や移民難民といった高尚な問題よりも、自分たちの目の前の暮らしを何とかしてくれと思うのも無理はありません。このような生活への将来への不安が現政権への不満の根底にあります。そして極右はこうした不満を目に見える形で利用し、自分たちを国民の代弁者と位置づけて EU や各国政府の遠いエリートたちに立ち向かっているとアピールするわけです。極右はEU が進める政策とは反対に、国境を守って移民や難民の排斥、または厳しい制限というのを主張します。そして自国民を優先することを訴えます。例えばロシアに侵攻されているウクライナを EU は支援していますが、極右政党はこのウクライナ支援には消極的です。ウクライナ支援を進めるよりも今の生活を整えてほしい有権者にとって、極右政党の主張は魅力的に映るのです。さらにロシアのウクライナ侵攻により安全が脅かされるという危険性をヨーロッパの人たちは目の前で感じています。それに対して極右は国境を守れ、まずは自分たちを守れと主張しますから、そのような不安の受け皿にもなっていることでしょう。若い世代は将来に希望が見出せなくなっています。高齢者にしてみても、手厚い社会保障費が移民難民の生活支援に奪われてしまうのではないか、そんな危機感を持っています。加えて治安上の不安もあるでしょう。そのような有権者の心に反移民、反難民、反 EU、 自国第一を掲げる極右政党の主張が刺さったわけです。ただこのまま極右勢力がヨーロッパで主流になるのかというと、簡単にそうとは言い切れません。例えばドイツでは極右の AfD が支持を集める一方で、 AfD に反対する運動も起きています。 AfD のメンバーが参加した会合で移民らの国外追放計画が話し合われたとして、 AfD に反対するデモがドイツで広がったのです。その会合ではなんと移民たちをアフリカに大量移住させる計画が話し合われていたと報道されています。この政策はかつてのナチスが打ち出した400万人のユダヤ人をマダガスカルに強制移住させるという計画を想起させます。ドイツにはかつてのナチスによるユダヤ人迫害の歴史から、民族人種に対する差別に強い反発があります。極右勢力の中にはナチスを肯定するかのような発言も見られます。そのような極右が主流になることに対する拒否感はドイツだけでなく、誤った歴史を繰り返さないようにという思いがヨーロッパの中には
根強くあります。実際2024年7月に行われたフランスの議会選挙でも第一党になることが予想されていた極右政党が第3位に落ち込みました。6月の欧州議会選挙と第1回目の国民議会選挙では極右を選んだ有権者でしたが、今度は極右政権を拒否するという意思を示したわけです。このように極右の反移民、反難民、反 EU 政策は支持を集める一方で、あまり過激な思想につながってくると拒否感も出てくることから、極右政党への支持は盤石とは言えません。極右の台頭はグローバル化や移民問題、経済的不安など現代社会が抱える複雑な課題への国民への素直な反応であり、問題提起でもあるでしょう。これらの問題に対してどのような解決策を見出すのか、これまで移民を推し進めてきたヨーロッパは何を選択するのか、それがこれからの世界の民主主義や国際協調の在り方にも大きな影響を与えるでしょう。そして日本でも外国人労働者が増えていることはコンビニや飲食店を見るだけでも感じられますよね。政府はこれを移民だとはしていませんが、僕たちの暮らしの中でもやがて直面する問題だと言えるでしょう。遠い世界のお話ではなく、そこに見られる社会と人々との思いの変化に僕たち自身も目を向けていく必要があるのではないでしょうか。今回の動画であなたの感じたことはぜひ一言でもコメント欄に残していってください。さて X のアカウントでは社会情勢や気になるニュースなどをつぶやいています。フォロワー1万人を目指していますので、よかったら概要欄コメント欄からフォローしていただけると更新の励みになります。ぜひよろしくお願いします。また大人の学び直し TV には他にも政治や経済を解説した動画があるので、ぜひもう一本見て学びを深めていってください。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。